どうも百切りアンバサダーのヤスです。何ですか、おはようございます。おはようございます。何ですかそのアンバサダーっていうのは。 J 百切りへの道、道っていうことでね。あ、まあそれでね、100 J を100切らせた瞬間に僕が百切らせアンバサダーとして、はい、これからね数々の人をね、はい、名刺にも肩書きとして、はい、やっていきたいと思いますんで、はい、16番パー4392ヤードちょっと長い、はい、16番パー4392ヤードっていうことでね、左右行けなんですけど、まあ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 、真ん中っすね、真ん中狙い、はい、シンプルにね、はい、よしょ、ちょっと飛びすぎて赤い杭のあたりに、なるほど、逆にね、いや本当にね、やっぱゴルフっていいしですね。サイレントバージョン、暖かくなってきましたね、はい、こっからっすか、はい、でこっからね、全ホール2打で上がればまだ100切れますんで、はい、余裕です、はい、力感ね、力感ですね、今日の得るものは。うん、でも悪くないですけどね、左のバンカーかな、左はちょっと意識しすぎました、そうですね、はい、まあ、あとちょっと多分ね、 J は後半疲れてきてますね、はい、あの、はい、疲れてます、はい、ゴルフって中地ですね、どういうこと、どういうこと、疲れてますね、J の2段目バンカーの奥まで来ちゃってましたね。で、ライが悪いのと、前に木があるんで、低めって感じっすか。はい。5番。右足寄りの方がいいっすね。はい。まあ、あと上からドン。うん、上からドンって感じっす。5番っすよね。はい。ロフト立てて当てる感じっすね。で、ちょっとごめんなさい。引っ掛けやすいんで、ちょっと右向いた方がいいっす。はい。そうっす、そんぐらい。ナイス。ナイス、うん、ナイスアウト、残り132ヤード、ね、9番で、はい、ちょっと、ね、左のラフだったんですけど、まあ、しっかり乗せていきたいなと思います。はい、お願いします、お願いします。残り110ヤードぐらいかな、うん、ピンまでなんでね。何番ですか、ウェッジ U、 はい、まあでも行きましょう、まあでも足んなくていいんで、変に振りすぎないようにした方がいいですね、ライも良しだし。ナイス、綺麗に打った、うん、グッショ。J の4打目、はい、4打目、8番で転がす感じっすね、はい、なんであそこの小高い山の上を、そうですね、やって、もうちょい右向いていいかもしれないですね、はい、行きましょう、はい、ちなみに短い分左に出てしまいましたね、止まらないね、やっぱりでもこういうのね、そうですね、8番まで立ってるのを持つと、もうちょっとランとキャリーの割合を決めて打った方がいいかもしれないですね、はい、今日初ビー、ちょっとやだな、この感じ、いきます、いやナイスアウト、ああ、あそこ転がっちゃうんですよね、はい、まあまあでもナイスアウトです。狙い通りではあったんですけどね、ちょっと薄めにね、スピンかかればって思ったんですけど、ナイスアウト、はい、J の5打目、そうですね、はい、いきましょう、結構ね上って下りですね、で結構それ左のマウンドで結構切れると思います、スライスに、うん、見てもいいかもしれないですね、でその後が最後フックっぽいんで、なんとも言えない、ね、杖、入っちゃった、Rしてですか、クリティカルですか、Rしてですか、パーパット、大
最後左に切れそうだね。来い。切れぬ。切れぬ。まあでもいいパットだったんで OK。Jのダボパ？これは完全フックっすね。うん、まだちょいフックって感じ。下りです、しかも。ごめん、そんな切れなかった。うん、OK、いや、ちょっとね、右に打ち出しすぎたからかな。17番パー3、144ヤード17番、パー3、144ヤード測ると148ぐらいということなんで8番で、行きたいと思います。はい、ティーパット、ティーパットですね。さすがにこれ入るでしょ。マイク大丈夫かな、音拾えるかな。絡んの絡んのカランって音、それね、音関係の方知ってるんで入れてもらいます。そうですね、カランをカランをSE で差し込んでもらいます。サウンドエフェクトですね。左側だけどピン入ってますね。はい、いいでしょう。まあちょっとね、手前から奥に上げてマウンドがあるんでそこは越えたんで OK。 俺じゃない、俺じゃない、ちょっとローラー乗り移っちゃった。Jのティーパット、何番パットっすか。6番パター行きましょう。ちょっと待って、今めっちゃ左向いてます。いい感じだよ。オッケー、いいんじゃない。うん、グッショ距離合ってる。Jの2打目、まあほぼカラーですね。先ほど失敗したんで、うん、でちょっとね、そうですね、どれぐらいの力感で行こうとしてます。クラブを変えてさっきより弱めで、何番ですか。ピッチング。そうですね、ピッチングだったら、うん、行ってみます。はい、うん、いい感じ。入れ、うん、かかっちゃうんですね。まあ、あとはやっぱ打ち方にもよるんですよね、ランとキャリーの割合は。だから自分の打ち方でそれを見つけていった方がいいですね。落としどころ決めてって感じですかね。今でも、はい、想像通りでしたね。うん、じゃあいいですね、グッショです。バリバ、まあこれはもうバシンといっちゃうんすよ。はい、いっちゃってくださいよ。バーディー見たい。壁ドンで、ナイスタッチ、ナイスタッチ。CG 係キューポしてますから今。はい、ボギー。はい、何打目、3打目。パーパットじゃん、パーパット行っちゃいましょう。うい、 OK、 それはさすがに OK。18番パー5、503ヤード、18番パー5ですね、503ヤードということで長いですね。見た目が503ヤードというよりも長く感じますね。はい、でおそらく名物ホールでしょう。池が途中ね、かなり効いてる感じで。そうですね、左行っちゃうとちょっと池っぽいなって感じですね。はい、なので右目狙っていきたいと思います。はい、これは珍しいミス、今日。うん、
ですよ。完全なチーピンだったんで生き残りました。はい、バンカーのね奥ぐらいですね。そうっすね。じゃあここはどうやって攻めますか。いやもうそれはもうね、弾道なんですけど弾道を沖で使った。じゃあ行きましょう。ぐっしょ。それね、掴んできましたね。まっつぐ、まっつぐ。ゴルフってキッチですね。ついに出すことができました。 J は2打目ですね。チーピンからなんでまだ280ぐらいありますね。池はもうこのライじゃ越えないですね。池は右ぐらいですね。こういうとまた池があるんで、はい、でまあ6番ぐらいで、はい、うん、もう狙い通りのところですかね。かなり大事。はい、Jの2打目やっぱ1打目グッショでしたね。はい、11出ました。うん、何番。7番。はい、行きましょう。左のミスだけ警戒してくださいね。うん、ナイスショー。ショー最高だ。そうですね、はい、最高だ。最高だぜ。じゃあ残り165ぐらいですね。はい、そうですね、まあ、左の池は大丈夫として右の奥にも池があるんでそっちですね、怖いのは。なんで花道方向を狙ってって感じですかね。はい、はい、行きましょう。何番でしたっけ。6番。はい、今ね結構池の方向いてますね。もうちょい左向いて大丈夫ですよ。もうちょい向いても大丈夫ですね。はい、そんぐらいで。超えろ。あー池だ。プラトーンの気分です。どこからですかね。そうですね、はい、左から。やっぱ今のも最後カットに入っちゃった。入っちゃいましたね。はい、ほぼ同じような位置のヤス、60ぐらいでちょっとまあ打ち上げなんで、7番でちょっと嫌なの見ちゃったんでね。はい、払拭してください。すげえとこまで行っちゃったな。すげえとこ行ったわ。はい、ちょっと右怖がりすぎて嫌なもん見ちゃったからね。はい、はい、J がさっきの3打目が池に入って、池の横からドロップして5打目ですね。はい、50ヤードぐらいかな。はい、それこれもそうカットに入らないように。はい、はい、お願いします。いや、カットに入ってないんですけど手でね、かぶせに行こうとしたんですよね。そういうこと。そうなんですよ。まあまあ、ここはね、本当にスイングの話なんで、あの、今日の今日じゃ、あの、無理なんで、はい。で、まあ、伸びしろですね。木が枯れちゃって地獄みたいなとこにありますけど。魔界ですね。魔界村みたいな風景ですね、ここ。これはもうとにかく出してください。はい、ちょっとね、ウェッジしか持ってこなかったというね、こんな上がダメだと思わなかったですわ。うん、ナイスアウト。うまい、多分乗ってる。いや、ナイス救済。今ミケルソンが乗りつった。ヤケルソンが。ヤケルソン出た。ヤケルソン出ちゃった。あざっす。はい。はい、J のね、池脇からの5打目がボギーじゃなくてバンカーに入りました。これ入れたらボギーですからね。いやー、よく出した。まあこれね、左下がりのちょっとオーバーしましたけど、うん、これ普通出ないっすよ。顎も高いしこんなっすよ、こんなね。はい、 J が掃除します。 J の7打目、カラスがすごい。
ちょっとむずいっすね。カラーでワンバンって感じかな。だから乗れば OK とした方がいいと思います。奥だけはダメ。うまい、うまい、めっちゃうまい。急にめっちゃうまい。あいつ何パ、パーパ、パーパ、魔界からここ出したんだもんね。ピピ、そう、ピピ、いや、魔界からのナイスアウトしたよね。魔界を見てほしかった、本当に。魔界、本当、魔界村ですよ、あれ。本当にね、ベルセルクもびっくりのね、魔界でした。やべ、今マジ酔った。お先です。いいっす。Jの最終パット。オッケーです。ありがとうございました。ちょっとね、電池が切れて携帯で撮ってます。ありがとうございました。今日一緒に回ってくれたアキラ氏とショウくんです。いや、ファンキーなんでね、ちょっと後日改めて撮影したいと思います。はい、ということでですね、J の100ギリチャレンジラウンドということで急遽スタートした、企画でしたが、まあ結果はね、 J は112だったんですけど、まあちょっと僕のね、100ギリアンバサダーへの、夢がちょっとまだ叶わずっていう感じにはなってしまったんですけど、アンバサダーって1回じゃないですよ。いや、1回よりちょっと今日で達成しちゃおうかなって思ったんですよ。そういうことですね。今後ね、はい、今後使っていくためにと思ったんですけど、まあまあでもね、J は今日いろんなものを得たんじゃないかと思いますけどね、まあ、あくまで僕の、考え方なんで、そのスイングを良くするのってすごい大変だし、多分僕なんかにはできないと思うんですけど、考え方の面でね、100を切るっていうことを考えた時にこういうのがあるよっていうのはご紹介できたんじゃないかなと思います。参考にしてもいいし、しなくてもいいし、どちらでも僕は構いませんが、まあ、こんなことを言ってるやつがいたなとどこかで思ってくださったらいいかなと思います。で、まあ、僕の方はね、なんか謎にいい感じで86でしたけど、まあ、ちょっとね、やっぱ悔やまれるのはやっぱパターとかですね。ちょっとやっぱりね、こうふわっと入っちゃう癖がやっぱどうしてもありますんで、そうですね、じゃあどっかでね、こう一回ね、真剣なラウンドをちょっとやってみたいと思いますけど、まあでも、まあ、今日ショット良かったですね。ティーショットもそうだし、ティーショットはね、やっぱりあれシャフトっすわ。うん、今その開発中のね、また新しいプロトタイプなんですけど、あれがもう最高にいいですね。僕の4種類のシャフトでいうと、万能というかイージーやつなんですけどね、簡単に、打てますよというやつなんですけど、まあでもあれね、ちゃんと振ってもね、結構距離も出るし、すげえ面白い。そうそう、すごくいい感じでした。はい、ということでね、まあまだまだちょっと J の100ギリシリーズは今後もやっていきたいとは思うんですけれど、いや、なんかこう解説とかしてほしいなとか思いましたけどね。そうですね、まあちょっとね、サブチャンネルの方で流しながら本編をね、流しつつ僕らでこう解説するみたいな、ちょっと試みをやってみたいなとは思っています。はい、別音声というかね、音声を重ねる形でね、ぜひ、はい、ぜひぜひということで、そちらを見ていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラム、ツイッターもやってますので、ぜひ、登録お願いいたします。お願いします。バイバイ。